はい、皆様、こんにちは、竹尾でございます。いやー、暑くなってきましたね。もういよいよね、夏が来るなと。もう半袖ですね、半袖、完全に半袖ね。もう汗かきまくっておりますが、最近ね、ちょっと痩せようと努力してます。はい、まあ余談ですけどね。はい、今回はですね、竹尾が参加するあのイベントについてね、ちょっとご紹介したいと思います。そのイベントというのはですね、アマドゥさんで行われるこちらです。第6回アマ四駆ワークショップよ。はいね、アマドゥワークショップ、アマ四駆ワークショップですね。はい、すいません。前回かな、2回前の、ワークショップでですね、私竹尾がですね、初めて参加させていただきまして、まあ合計60名のジュニアレーサー、まあ親御さんも合わせると合計百数十人にね、ご来場いただきまして、非常に、盛り上がったイベントだと思いますね。まあその時にね、まあ、初めてミニ四駆を触る お子さんとかね、いらっしゃったりとかね、本当にミニ四駆を初めてやるというねところでは非常にいいイベントだと思っております。はい、そのイベントはですね、7月の、18日の月曜日祝日に行われます。時間としてはですね、朝10時から、16時の間ですね、合計3部になるのかな。第1部が10時から11時半、第2部が12時半から14時、で第3部が、14時半から16時と、なっておりますね。開催場所としてはもう前回と同じ、1階にあるね、ガストさんの前にね、特設会場ありますんで、そちらの方でなります。はい、で、定員としても、前回同様、各組20組で、合計60組と、なるようでございますね。本当にね、前回の前々回かな、僕参加した時はですね、非常に申し込みが多かったようでございまして、ちょっとね、60名の超える、応募があった場合は抽選になりますので、ご理解くださいということでございますね。まあね、どういうイベントやねんと、言いますと、まあお子さんがですね、まあミニ四駆ね、もう用意してます、ミニ四駆用意してまして、選んでいただいて、の机の上に工具とか電池置いてますんで、その工具と電池を使ってマシンを組み立てて、もう組み立て終わったらもうすぐ走らせてくださいと、大きいレイアウトを用意してます。はい、後でレイアウト紹介もしますけどね。はい、で走らせましょうと。で、最後の、何分かで、ミニレースを行って、まあ一部が終了という流れになります。なので、まあ基本的にはもう手ぶらで、ご参加いただけるイベントとなっておりますね。で、大事なですね、まあ参加費の方なんですけども、参加費の方がですね、初めて、ご参加のお子様に関しましてはですね、まあ一人500円ということでございます。で、過去に、ね、ミニ四駆ワークショップに参加された方は、1000円と、なっております。ただですね、これ、キットついてますからね、キットも電池もついててこの金額なんで、今のミニ四駆ってね、やっぱりキット、まあ、今のミニ四駆って言うとあれですけど、まあ新しいミニ四駆ね、特に MA シャーシとか、まあ、前回全部 MA シャーシだったんですけども、まあ、キットだけで1000くらいしますからね。はい、なんででも参加費入って、ミニ四駆キット代入って電池代入って1000円っていうのはね、これはまあなかなかないですよね。これ僕もね、詳しくは聞いてないんですけど、本当に運営いけてんかなって思うぐらいのレベルのイベントですね。まあ本当に参加される方にとってはですね、非常にいいイベントだと思いますんでね。はい、一応エントリーするのはこの概要欄にですね、まあリンク貼ってますんで、その概要欄のリンクから、まあ、エントリーいただけたらなと思います。はい、あとですね、レイアウトの方ですね。はい、レイアウトというのがこちらになってますね。出てると思いますけども、はい、見ていきますと、僕もちょっと見ながらねやってるんですけど、まあ、スタートしまして、ウェーブ、今回はキャッチエリアっていうのを用意されてまして、マシンスタートでキャッチする場所が、今回あります。まあ、スタートしまして、キャッチエリア越えまして、レーンチェンジでバンクで上りスロープ、まあこう上に上がるジャンプ台ですね、行って、で、上りスロープが、これ、2枚着地ですね。はい。なんで、2段上がった状態でジャンプして着地するんで、ここでね、飛ぶマシン多いんかな？どうかな？はい。楽しみです。で、あとはここからも平面ですね。ストレート、カーブ。で、バンクでカーブ、バンク、カーブ行きまして、最後、カーブでウェーブでストレート、ロングストレートからのゴールという流れになっております。まあ、一番のね、難関セクションは上りスロープからの、2枚下りスロープ。これかな。はい。ここでね、大きくジャンプしますんでね。その時にミニ四駆がどういう動きをするのかというのが非常に楽しみですね。
はい。まあ、ノーマルのマシンだとね、そこまで大きく飛距離は出ないと思いますけども、各会でね、エキシビションレースっていうのがありまして、まあ、僕とかがレースするんですよね。その時にですね、この2枚着地がどうなるかっていうところですね。はい。まあ、ぜひともね、それも楽しみに見ていただけたらなと思っております。はい。ですね。まあ、本当にね、この、参加費、500円または1000円で、キット付きのレースっていうのもすごいですし、なかなかね、このワークショップでね、60人、まあ、お子さん、親御さん入れるとね、100人超える規模のイベントって、まあ、ないですよ。ね、僕ほんと前びっくりしましたもん。ね、こんなに集まるんやって思いました。ね、これは本当にアマドゥさんの努力の結果かなと思いますんでね、本当にね、楽しいイベントになりますんでね、来ていただけたらなと思います。ね、まあ一応今回値段1000円上がってますけど、まあ2回目の方はね、やっぱりね、初めての方により楽しんでいただきたいと、いうイベントの、やっぱり意図がありますんでね、その辺ご理解いただけたらなと、思っております。3箇所もらえます。アマ4駆ステッカーとバッジが、もらえますんでね、ほんとに来るだけでもらえますんでね、ナイトとね、楽しみにしていただけたらなと思います。で、最後のミニレースありますんでね、それ優勝された方にも賞状が当然出ますし、で、1位から3位の子にはミニ四駆関連グッズも、プレゼントいたします。はい。ね。初めてね、ミニ四駆を触る、お子さんがですね、まあ、同じ条件で、ね、同じ工具使って、ね、同じ機と内容で、まあ、勝負するというものなんでね、ね、こう、バリートル用の、ね、生ジグ持ってきたよっていうのはね、なしにしましょうね。はい。みんな同じ条件で、その場であるものを使って、ね、競い合って、楽しみましょう。ね。ということでございます。ね。これぐらいかな。うん。あとですね、前回のね、スプリングカップかなの時にちょっとね、紹介し忘れたんですけども、アマドゥさんのイメージキャラクターが生まれました。ね。それがこちらですけどね。はい。ね、ミニオン君を待ってる。わーってね、スタートしてる。ショップボーイ。ボーイですね。ミニオン君をバーってやってるボーイなんですけどもね。アマヨンク公式キャラクター。アマドウカケル君という名前でございます。ね、これ決定しましたんでね。今後ともね、今後おそらく、アマドゥさんでのイベントが、ミニオンクイベントがあるごとにですね、このアマドウカケル君がね、出てくると思いますのでね、何卒覚えていただけたらなと思います。はい。再度言いますけども、本当に、前回は、応募人数オーバーして抽選になったんで、今回ももしかしたら、抽選なる可能性あるんでね、その辺ご了承いただけたらなと思います。ね、本当に楽しいイベントです。まあ、夏、ね、夏ということで、非常に暑いんでね、ちょっと暑さ対策はしてきていただいて、ね、もう、体は熱く、心も熱く、ね、レースを楽しみましょう。ね、というわけで、今回はですね、アマドゥさんでの、アマ四駆、ミニ四駆ワークショップ、ね、第6回ですね、こちらのご紹介でございました。ね、7月の、何ちゃったかな、ごめんなさい。はい、7月の18日の月曜日祝日、ね、何卒皆様お待ちしておりますんでね、よろしくお願いします。概要欄からリンク取れますんでね、ぜひとも応募ください。というわけで今回は以上でございます。また次回お楽しみに。